章を使っただけなのに途中からひどく揺れた。ちょっと、あなたの言う通りの座標に飛んだわよ。なんとかしなさいよ。ちょっと、目が、その目、どうなってんのよ、何色も。能力の暴走、こんなところで、こいつの予言を信じてここまで来たのに、ここで使えなくなるとか。大丈夫、です、ここに来ることが、一番、生存率が高い、です。はぁ、何言ってんの、私でもわかるわよ、ここ、能力の中でしょ、バカじゃないの。普通相手の能力の中だと不利、そんな場所が一番生存確率が高いなんて。違う、もし穴場にいても今回の事件では死なない。だけど近い将来、あなたは悪神教からの信頼も失い、そして最後は防衛軍の人に殺される。そんな将来がたった1ヶ月以内に起こる。それが名探です。だけど、この場に来ることであなたの将来は一気に変わる。ここは悪神教を完全に裏切って、放火さん側に尽く意思表明が大事。その最大の場所がここだと。私の目が、そう映って、私が最初に見たのは放火さんと同じ服装をしていた6名のメンバー。きっとこれは未来史だと確信した。他の4人は顔が見えなかった。だけど2人は男性、もう2人は小柄だから多分女の子。見てるだけだから声は聞こえなかった。だけど、ムンナさんを見て知らない彼女の姿が映った。多分これはムンナさん自身の未来なんだと確信した。特徴的な夫愛も同じですし。タマハ、ルイ。なんで私の、本名を。私の目であなたの未来を見た。そこからその名前を見つけました。今はそれを信じてくれませんか。それで、ここからどうすればいいのよ。ごめんなさい、ちょっと休ませてください。今いろんなものが見えたり消えたりぐるぐる入り乱れていて気持ち悪いです。危険は当分ないのよね。はい、ここは。誰も来ません。いつまでかはわかりませんか。何よそれ、無責任。タマハルイ、悪神教に応募した時、カルト宗教に本名で入るのは嫌だったから外国人っぽい名前で入団した。大学入学を機に上京したのは良かったけど、お金が全然足りなかった。体を売るような仕事はしたくなかったし、だからといって愛想を振りまくのも、肉体労働も嫌だった。ただデザイナーとして行きたかった。だから美術系大学で学んで、独創的な自分だけの世界観を作品にしてネットで成功したかった。でも世の中は甘くなかった。全然うまくいかない。多少は評価をしてくれてもそれ以上に過小評価をしてくる奴らが多く、本当にストレスとの戦いだった。デザイナー関係でイラストレーターも趣味感覚でやって SNS を利用して依頼も受けたりしたけど、ねぎってくるし、文句ばかりの奴はいるし、女と別れば出会い目的のクソ野郎もいた。本当世間はどうしようもない連中が多いって思った。悪魔信仰教団、弱者救済、もし今に苦しむのならぜひお気軽に、そしていつかは救う側へと。カルト臭そう。でも、どうせ資金はそこを突きてる。美術大だって私のわがままだ。親にだって学費で無茶させてる。ならせめて生活費くらい自分でなんとかしないと。最初はそんな気持ちで、半分やけくそ気味に悪神教に応募した。記名もよし、住所も適当、見た目も探られないように変えた。怪しいカルト集団だしこれくらい用心してる方がいいわね。それでなぜか市長に選ばれて、大金が手に入って、悪いことにも手を出して、立場が上だからっていい気になって、その結果殺されそうになって、はぁ、何やってるんだろう、私。ねえ、なんで私なんかを助けるの、一度あんたの友達を拉致しようとしたのよ。敵を失ってるか。ごめんなさい、それは非常です。あなたを救済することで少しでも自分はダメじゃないって証明したかった。ただ守られるだけの足手まといでは痛くなかった。あなたは私にとって都合が良かった。それだけなんです。ここに来て、数十分、誰も来る気配はない。それにしても一体ここはどこ？メリアはやはり勘がいい。もう数時間で6割も攻略している。ヘルナのところも2割ほど、レイではホロドラは問題ないが頭が悪い。子供2人は耐えるだけ。別に残虐に殺したいわけじゃないからね。こんなものか。ホロドラもさすがに学習してヘルナくらいなら対処できるようになったか。メリアとレイで、統合は相性的にまだ難しいか。でもそれもロールプレイングの醍醐味。ぜひともザコ狩りをエンジョイしてほしいものだね。おっと、つくよみ隊長とロイドが入ってきたか。本命、さて、最強はどう動くか。知恵比べをしようよ、つくよみ隊長。俺色に奏で、そして染まれ。なかなかしい。俺はこの技を見て最強と呼ばれていたが自信喪失したんだ。それはあまりに強引で、だが美しく、繊細で、そして圧倒的。今こそ二つ名は世界最強と言われていたが、当時、発砲には本来の二つ名があった。英傑の奏者、と。オンリーマイ、メロディー。
じゃあ見えた、66部屋、威張り切った空間を全て俺の腕と波動で繋ぎ止める。反転、電池、リンセット。どこまでも目障りだな。福読み発行。闇があんたに警戒する意味が嫌というほどわかる。全部繋げることはできなかったか。さすがだな。こちら側にいればもっとその際を伸ばすことに尽力を尽くせたものを。闇に落ちたことじゃない、俺の敵になったことを後悔させてやる。生きてこの場からされると思うなよ。この先に死んだろう。バリボラ、自由はどうでもいい。敵なら殺す、釈量の余地はない。福読み発行、虚構迷宮内部に入り、3分で虚構迷宮の9割ほどの脅威を取り除いた。僕はこんな力だけの暴君のために今まで練ってきた準備が無駄になんのかよ。そんなの、あんまりじゃないか。虚構迷宮という娯楽は捨てよう。だけど僕もタダで譲る気はないぞ。ようこそ、社会の闇を具現化した世界、摩天楼の空間へ。そこは一度入ると術者が解かない限り脱出不可能、干渉不可能、一度入れば抜け出せない現代社会の縮図だよ。残る部屋は大きく分けて3つ、世界救済の天使閣、迷い人の喪失、迷宮大広間、現代社会の再現、摩天楼。僕は社会の闇を救う救世主、あなたはその社会を守ることで闇をかばう守護神。審判の時は来た。今から委ねるのは僕とあなたの運命。戦略も知略もない。第三者たちが選ぶ次の世界。そこで見届けろ最強。そこからあなたが抜け出せた時、それが世界が求める答えだと僕もその時は認めよう。てめえ、ファルドラ。そう、ごまかしい空間を用意しやがって。クソが。誰か来た。少し離れたところから人の声。この空間に閉じ込められた奴がいるのか。面倒くせえけど、安否確認しておかねえと。そう、波動支配、オンリーマイ、メロディーを使うといつもこうだ。過剰に周囲の音を拾い上げる、頭痛の原因になるから嫌いなんだよな。いた、さっきの音色では観測できなかったから迷宮内にはいないと思っていたのに。なんだ、あの目は、暴走しているのか。ことかはずっと一般人だった。オーラの扱い方なんてわかるわけねえよな。違うだろ。能力者に覚醒してから精神にひどくストレスがかかったのか。能力が暴発する一般人のほとんどがそれだからな。もっと考えることがあるだろう。ことか、痩せたか。いや、でも以前より顔色は良くなったか。パトがフォローしてくれたのか。よりどころがあってよかった。もう二度と、同じ後悔はしたくない。もう間違えたくない。もう失いたくない。俺が関わったらことかは。でももう後悔したくない。間違えんなよ、俺が世界で一番守らないといけない存在を。ことか、無事で、よかった。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。